こんにちは、キキオンザロードです。始まります。今日はですね、待ちに待ったルームツアーしていきますよ。ルームツアーっていうよりもハウスツアーになっていきます。テルベトゥルはキキアのマッツホーム、どうぞ。じゃあまずはリビングから見ていきましょうか。まあ一軒家なんですけど、あの小さいです、わりかし小さい。広さで言うと55平米です。はい、どうぞ。はい、玄関になってまして、左手いきます。リビングです。じゃん。で今回はね、あのリビングとベッドルームが一緒になっております。なのでダイニングテーブルがここにあるのと、はい、でまあちょっとした荷物がここに置いてあって、でここで寝るようにしてます。私とマツくんが一緒に寝てます。はい、で部屋でいうとね、2部屋なんですけど、今リビングルーム、リビング兼ベッドルームです。であとね、なんと暖炉があるんです。古いお家なので、建てられたのが1955年っつったかな。なので75年ぐらい、築75年のお家です。借家ですね、借りてます。はい、で次キッチン、ダララ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 、じゃじゃーん。前のね、あのヘルシンキのアパートはちょっとキッチンがね狭かったから、あ、電気つけようかね、ちょっとだけ。なので、はい、今はねこんな感じで、ちょっとバージョンアップしました、私のキッチン、キキズキッチン。これからねまた料理動画も撮っていきたいんですが、まあここには食洗機、食器洗浄機があります。近所の人にもらいましたね、マツくん。あとね、これあのユーズドセカンドハンドですけど、あのコーヒーエスプレッソマシンを買いました。私コーヒー大好きなんで。はい、であとはまあ相変わらずライスクッカーもありますし、こんな感じでちょっとずつあのいいフライパンとかね、これ誕生日プレゼントでマスクにもらったんですけど、こういうちょっといいあの料理道具たちをね、はい、もらい始めました。集め始めましたって言った方がいいかな。はい、で次2部屋目なんですけど、ここね本当はベッドルームになるはずだったんだけど、どうぞ。マツくんのオフィスになりました。こんな感じです。どうでしょう、あの見てわかる通りちょっとこうマニアックなものがたくさんあります。でここもこういう風にアコースティック、防音の壁になっていて、マツくんの友達が来て音楽作ってる子とかが収録しに来たりとか、あと今ちょっとマツくんね、仕事で、なんだ動画の編集だったりしたりしてるので、あ、今日の気づきました、イントロマツくんが作ってくれたんです。どうでした、いかがでしたでしょうか。これからちょっと季節ごとにイントロを変えていきたいなと思ってます。感想をお待ちしてますね、マツくん。ではですね、ここプライベートエントランスもついておりまして、お外に出れます。はい、ここからまた外に繋がってまして、さっきの玄関の方に行けるんですけど、まあバルコニーですね、ここがね、バルコニー。なのでもしもマツくんがお客さんというかクライアントの方が来た時はこっちからお通しできますっていう、そこも借りる前まで知らなくて、はい、借りてみたらそんないい物件だったという。でお家自体はお家自体はね、そんなに広くはないんですけど、まああと一軒家で暖炉もあるじゃないですか。なので薪を収納しておかなきゃいけなくて、この地下というか1階部分に薪の収納スペースがあります。こんな感じで木をね
はい、巻き割りもします。私も巻き割りたまにします。松くんがメインでやってますけど私もやります。であとはここの部分、まあ、あの車庫があって、で隣にここが倉庫になってて、はい、どうぞ。なんかちょっとだけね、まあ、ただの倉庫なんですけど、こんな感じで荷物とか、あとは、まあ、あの大家さんというか借りてるので前の人が使ってたものとかも結構置いてあったりするんですけど、まあ自分たちのね旅行バッグだったりとか、そういうものはあのここに全部収納してあります。はい、そうキッチン、あのすっごい小さい冷蔵庫しかないんですよ、家の中で。ここにあのわざわざ冷蔵庫を買いました。で今ちょっとしか入ってないけど、ジャム、作ったジャム、この前ね夏取ったあのベリーで作ったジャムとリンゴと、これはあんずで作った梅干しです。結構上手にできました。もうちょっと熟成させてから食べます。はい、であとは冷凍庫ですね、ここにもあります。お肉とかね冷凍してあります。でやっぱりあの街中というかちょっとまあね自然の多い地域に今住んでいるので、食料をストックしとくのは大事になってきます。はいはい、あとねあの大事なの忘れてました。シャワールーム、サウナもあります。サウナ、あとトイレを紹介していきます。ちょっとじゃまずシャワーとサウナからいきますね。じゃーん、前よりねちょっとだけ広くなった。シャワーもまあまあ広いし、でまあメインはサウナですよね。サウナ、じゃあ松くんお願いします。サウナこんな感じです。そうで、ちなみにこのサウナはあの中、サウナのねその機械の中に木をね入れて燃やして火で温めるタイプのサウナになります。すごく気に入ってます。とってもいいです。だいたい週に2回ぐらいはサウナしてます。はい、で今回ねたまたまなんですけどトイレとシャワールームが別なの、それもすごく嬉しくて。はい、トイレはお隣です。こっちです。どうぞ。こんな感じ、めちゃくちゃ開放感があるんです。あのなぜならば窓がねトイレに窓がすごい開いてて外丸見えなんですけど、大丈夫、ちゃんとカーテンがあるのでこうやって基本は閉めてありますこんな感じです。今回のこのお家すごい今あの引っ越してきて気に入ってるんですけど、実はそのね自分たちのその前の家のコントラクトが切れるのが、8月の末だったんですけど、本当はね違うお家が決まりかけてたんですよ。でそこに行く気すごい満々で、そこに行ったらもうちょっとねかなり古い家だったのでリノベーションとかも必要な感じで、なんかそれをやろうってすごい意気込んでたんだけど、まあいろんなことがあってオーナーさんとの間のなんか多分会社、その賃貸をしてる会社と オーナーさん持ち主の人の間でミスアンダースタンディングですか、なんか理解不足があったみたいで引っ越しの2日前にダメになっちゃったんですよ。んで急遽知り合いのところに1週間だけあの荷物全部持って移動して、でどうしようと思ってあのインターネットでずっと探してたら、たまたまここがポンって出てきて、で連絡取ったら私たちがあの一番に連絡したらしくて、ここをゲットすることができました。で場所的にもそのこの前話したんですけど、シポーっていうエリアになっていて、でヘルシンキまではねあの、まあ、バス停は歩いて20分ぐらいなんですけど、バス1本でヘルシンキの街中まで35分ぐらいで行くことができます。車だったらもっと早いです。20分25分ぐらいで行けちゃうのですごい、便利だし、はい、でも周りにね実は鹿ペーもね鹿とかも住んでいて、あの毎日朝私ほぼ毎日か学校を、まあ、歩いてバス停まで行くときに大体の割合で鹿に出会います。よく見ます、ね、
はい、そんな、なんか素敵なエリアに今住んでいるので、とっても気に入ってます。いつも通りラフなあの機器でございますが、そんな感じであの楽しい、新しい家のね、生活をすごく楽しんでおります。いかがでしたでしょうか？うん、次、まあ、あの、そうですね、この、そう、あの、お家の紹介が終わってから料理動画とかも作り始めたいなって思ってたので、こっからはまた、はい、あの、冬に向けて保存食だったり作ったりとかそういうのもしていくので、そちらの方も、そうですね、紹介していけたら、ちょこちょこですけど紹介していけたらいいかなと思います。基本的にはあの街中っていうよりか本当に自然の中に住んでるので、まあフィンランドらしい生活をのね様子を届けていけるんじゃないかなと思っていますので、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。もいもーい。